むしろなぜついてきた。神格一人を危険な目に遭わせるわけにはいかないだろ。そう危険なことでもない。 EUFO の人々はこのことをすでに想定していたのだろう。他の者はすでに手負いであった。あやつは執念で持ちこたえているだけに過ぎない。我の体力を消耗したが、かような命のやりとりは我の方が得意であろう。オイラたちも力になるぞ。メーズル魂よ。やっほっと。敵競争よ、決心とな。さようなら。で、いでよ。やっと。瑠璃のように落ちなさい。直走と命ずる。入れよ。くだらない。無駄な努力をやめたら。やっやっふっいった。くだらない。やっはっわめくがいい。無能。次の仕事は
無駄な努力をや命ずる魂よ。落ちろ。この地盤は堅固ではない。深追いは危険だ。ひとたび崩れればその被害は想像もつかないものになるだろう。ここは引いた方がよい。使ってしまっただけだ。問題はない。我一人であやつを始末しようと思ったのだが、まさか主も追ってくるとは。だが心配はいらぬ。あれがこの地に来ることはもうない。あれほどの傷を負ったのだ。他の場所へ行っただろう。先ほど水の中で一体何が？すでに解決した。水中へ潜る前から傷を負っていたゆえ、我もあまり手を焼かずに済んだ。そう、無事で何よりだわ。いずれにせよ私たちはこの危機を乗り切ることができた。後で軍玉閣へ来てくれるかしら。この礼はしっかりとさせてもらうわ。陽光様、船体からの報告によると、水の魔物は幸運閣一帯から去り、周辺海域は正常に戻ったようです。ご苦労様。戦艦軍の状態は？陽光様が用意してくれた傷薬、それと国政様の指揮のおかげで、なんとか被害を最小限に抑えることができました。もちろん助けに来てくれたこの方にも感謝を。戦艦軍を代表してあなたにお礼を申し上げます。我は
そうか、それは何よりだ。ウン先生の劇を見たとき、神女へと送られる賞賛を素直に受け取れるようになるかもしれないな。だが、我は英雄になろうとしたわけではなく、ただ主を守りたかっただけだ。ひとまず兵士たちは休憩を取りなさい。でも油断は禁物よ。あれが再び訪れる可能性もある。警戒を怠らないようになさい。はっ。長いこと影から見ていたようですが、何か結論は出ましたか？わらわの意見を聞いておるのか？もし神格がいなければ、こたびの件はそう簡単にいかなかっただろう。それは否定しません。しかし、彼女がこの場にいなかったとしても、最終的な勝利はやはり私たちが手にしていたでしょう。無論戦いはより苛烈を極めていたとは思いますが。それに、いざという時にはまた軍力格を落とせばいいだけの話です。人間が模倣し手を加えた奇襲機を見てきた。確かに新奇な発想を多少使っておったな。失敗から学び、事前に計画を立てることで危機へと立ち向かう。前回から随分と進歩したようだ。今回は及第点としておこう。これからも試練があまたと訪れるはずだ。わらわはずっと見ておるぞ。天寿園の座にいる限り、リーユへの平和は私が守ります。神格よ、数年前お前がこっそりと山を下り、悲しみに満ちた顔で戻ってきたのをわらわは見ていた。今回このリーユエコを訪れ、心境に変化はあったか？ああ、変わった。しかし、まだうまく言葉にできそうにない。だが、想像をしていたよりも良いひとときだった。ならば良い。旅人、神格のことは任せたぞ。ふむ、あれこれ話をしておったら神格の子供の頃を思い出したのだが。それは語らずともよい。そうか。お前といい、あやつといい、まあ聞きたくないのであればよかろう。今回は見逃してやる。さて、わらわは帰るとしよう。二人とも、まずはゆっくりと休んで、落ち着いたらまた軍玉閣に来てちょうだい。軍玉閣の再建とリーユエが無事危機を乗り越えたこと、今回の宴はかつてないほど盛大なものになるわ。